続いてはスプリント5位から8位決定戦です。内側から佐賀龍谷橋本空、東京昭和第一学園水森優太、愛知桜ヶ丘服部圭介、鹿児島南大隅谷本圭信です。そう、スタートしました5位から8位決定戦、この着順によりましてそれぞれ5位、6位、7位、8位が決定いたします。橋本空が先行していますが、その後ろ水森優太やや車間を空けて、そしてそれに続いて服部圭介、一番後方に谷本圭信です。そう、それぞれにここまでの戦い粘りを見せましたが、惜しくもというそんな戦いもあった4人のメンバーですが、ここは5位から8位決定戦、先着をかけて橋本空がまずは踏んできた。橋本空ロングスプリントを開始、その後ろ水森優太、そして最後に粘りを見せてくる谷本圭信が今後ろ服部圭介に並びかけて、そして3番手に上がる。現在先行は橋本空、そしてその後ろ車間が空いて水森優太、そして谷本圭信が続いていきます。3コーナーから4コーナーへと向かっていくところ、車間を詰めてくることができるか水森優太、そして橋本空がそのまま直線伸びてくるか、最後の直線勝負どうだ。攻め込みましたが橋本空残ったか。上がり参考タイム11秒202。